のずチャンネルです、えー、フルートの構えについてっていうか持つことね。でフルートは転がりますので、えー、も持たないとあの転がるっていう。<laughs> で、えーまあ、両手を使うので両手で持つって考えるのが一般的なんですけれども、まあ、両手で持つんだので両手で持ったらいいんですねこうね。でまあこれが普通なんですけどあの考え方によっては あのフルートの中心がこの左手の人差し指の付け根に来るのでじゃあ左手で持つっていう考え方ってもあってね実はねでそれについてちょっとお話ししたんですけど持つってどういうことかっていうと物理的に言うとね、まあ、これは感情的にはこれが持つですよねなんだけど物理的に言うと,、えっと人差し指の付け根からほぼ手の骨手のひらの骨が T の字型に地面から垂直になるその上に乗っかる ここれが物理的な持つとということですよね要はこう支えるわけですからね。で、そうするとこの手首はどうなるかっていうと、ちょっとだけ内側にひねる感じになるんですね、こう。そうすると、その人差し指の、えー、延長線上にある手のひらの骨が地面から垂直になりますので、えー、この部分、この手首の角度が伸びていると、持てないんですね、これは。で まあ世の中にはいろんな考え方があって、例えば右手で持つ場合ね、右手で持つ場合には、右手で小指と親指を使ってこういうふうに放ドしていくので、むしろ左手はどうでもいい。そうすると、ここが伸びていくわけですね。この左手の、えー、人差し指、ごめんなさいひ、左手の手首のところは、むしろ鈍角になってね、この角度がね、伸びていくでしょ。でそうするとこう右手の負担っていうのがあるわけですね。で、構えるっていうやり方と、 えー、先ほど申し上げたみたいにこう左手で構える場合には今度ここが鋭角になってくる90度あるいは鋭角になることがとても大事になるんですね。で今日はねめったりないんですけどこの鋭角に構える要はその昔の、まあ、今,今,今もかな、えー、昔のフレンチ奏法って言われてるあの左手の考え方なんですけど、えー、手首は、えー、こういう伸ばした状態だと。 手首を伸ばした状態だと左手ね指はまっすぐになりますねところがこれをこう曲げていくと指は丸まってきますねこれは鳩や鶏と同じ原理ですねこう伸びて曲がるでこの手首を返すことによって、えー、それによってまああの手のひらの、えー、人差し指の手のひらの中の骨は地面から垂直になるんですけど同時にこの、えー 左手の指、人差し指、中指、薬指、小指は自動的に丸まってきますので、そこにフルートを入れるんですね。で、そうすると、別にこれインラインでいいんですね。オフセットの必要はないんです。オフセットの場合は、えー、この薬指と小指がこっち側にちょっと出っ張ってきますので、当然少しこういうふうに構えても、えー、届くんですけど、インラインの楽器、これフレンチなんですけど、これは体の前に持ってくるので、 ちょうどこう卵に入った形なんですね。このそうするとまず最初にですね、これでホールドしますよね。全部今5本の指が全部ついてます。これで音を出します。はい、それで次見てくださいね。これ完全に今あの手首の真上に、えーえー、人差し指の接点、えー、があってでバランス取れてるんですけどでまず小指だけ動かします。一本だけ小指一本 次に小指を上げて薬指を上げます。で薬指を下げて小指を下げます。そうするとこうなりますね。はい、今度は小指を上げる薬指を上げる中指を上げます。そしたら今度はまた中指を下ろして薬指を下ろして小指を下ろします。こうなりますね。じゃあ今度はですよ。 親指を離します。親指を離すと、えーまあ、ごめんなさい、えー。親指を離すんですけれども、最初に小指を上げて、薬指を上げて、中指を上げて、最後、今度親指を離します。どうなるか。落ちますよね、フルート、内側に。ね、当然、左手の親指の支えがなくなるので、親指を持ち上げた瞬間に落ちます、内側に。落ちますね。ですがこの フルートが内側に落っこってくる間、これ0.1秒から2秒の時間がかかるんですけど、このフルートが親指を離してフルートが内側に落ちるまでのよりも早く、それまでの時間に親指がもう一回戻ったらどうなるかやってみますね。小指を離して薬指を離して中指を離して、親指を離して、また親指を押さえて中指を押さえて薬指を押さえて。 小指を押さえる元来たことを何度もやりますいきます一瞬だけだとどの指になってもフルートは内側に落っこちないんですね。完全に左手だけであのバランスを取ってね、こういう風にこれとても難しいんですけどちょっとずつちょっとずつ自転車を乗るように やっていくとですね、できるようになりますので、興味のある方はやってみてください。これによってですね、背骨の負担が楽になりますので、呼吸がだいぶ楽になります。呼吸が楽になるということは、その部分にかかる能力が演奏に使えるということで、当然使われ方も変わってきますし、いろんなことに気配りをしながらできるようになりますので、ちょっと考えながらやってみてはどうでしょう。あの。 いろんな、ね、右手で構えるやり方もあるんですけれども、えー、試してみてはいかがでしょうあのそれぞれの,その、えー、心の内面とかにいろいろ関わってくるのでそう簡単にはいかないと思うんですけどそれ自分探しの旅にも、えー、出発してみてはいかがでしょうか、えー、ご視聴ありがとうございました、えー、チャンネル登録グッドボタンコメントよろしくお願い申し上げます。